ロス・チーバーはイタリア・ローマ生まれ、アメリカ合衆国国籍のレーシングドライバー。前世紀に日本で活動し、当時同国では人気が高かった。特に開幕戦、鈴鹿サーキットを得意とすることで知られた。元 F1 ドライバーのエディ・チーバーは実刑。元々はテニス選手志望だったが、実力を見込まれ、レースに参戦するようになる。 1984年よりイギリスフォーミュラ3選手権に参戦し2年間で5勝をマーク。また1985年はニュージーランド FM にも参戦し6勝でチャンピオンに輝いている。翌1986年も参戦し3勝を記録した。1987年に来日。この年は全日本 F3 選手権にフル参戦。 小川ひとしとチャンピオン争いを繰り広げることとなった。最終的には4勝を挙げ、10ポイント差でチャンピオンに輝いている。同年、全日本 F3000 選手権のスポット参戦や、AA エリジュと共に、ワコールトヨタ、ドーム 87C をドライブして全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権など、多数のレースに参戦した。1988年より、 全日本 F3000 に本格ステップアップ。この年は最高位は5位であり、ランキング9位に終わったものの、予選で F3000 では初となるポールポジションを獲得している。翌1989年には第2戦で初優勝。これを含め最終戦時で、計2勝小川一氏と3ポイント差のランキング2位につけていた。最終戦は小川がトップ独走中に、 トラブルでリタイア、ロスが逆転王座を手中に収めたかに思われたが最終ラップで前者のトラブルに巻き込まれノーポイント、王座を逃している。1990年は PP、勝都市どもになしランキング8位の苦しいシーズンとなり1991年も前半戦はノーポイントと不調だった。しかし後半戦に巻き返しポイントで 片山右京を猛追。第9戦では、PP の片山をスタートで抜き、そのままトップを守って、シーズン3勝目を挙げた。片山は逆に後半戦になって調子を落としており、流れはロスにあるとの見解もあったが、最終戦では、星野和義と接触しリタイヤ。ランキング2位に終わった。1992年も開幕戦で優勝。 その後は勝ち星を挙げられないながらも着実に成績を残し、ランキングトップだったフォルカー・バイドラーの離脱もあって、最終戦の時点でチャンピオン争いに踏みとどまっていた。すでに自力のみでの獲得がなくなり優勝が絶対、条件の中予選で PP を獲得し、逆転に望みをつなげたが、決勝では4位に終わりランキングは3位となった。1993年は、 鈴鹿で2勝を挙げ、星野エディアーバインとチャンピオン争いを展開、前年同様優勝が絶対条件ながらチャンピオンの可能性を残し最終戦を迎えた。しかし予選で PP を獲得したものの、決勝はトーマスダニエルソンに次ぐ2位となり、同ポイントで並んだ星野アーバインと1ポイント差のランキング3位に終わった。1994年にもで2勝を挙げ、 特に開幕戦の鈴鹿は3年連続での優勝となった。この年もマルコ・アピチェラ、アンドリュー・ギルバート・スコットラとチャンピオン争いを展開するがラスト3戦で全てのポイントに終わりランキングは3位となった。結局全日本 F3000 ではチャンピオンを獲得できずこの年をもって帰国日本でのキャリアを終えた。実力を高く評価されていたにもかかわらず F1 参戦経験はない。しかし彼に対し、スポンサー持ち込みを条件に、いチームからオファーが来たこともある。この際、当時全日本 F3000 でタイヤを供給していた、ダンロップタイヤのモータースポーツ部長の京国正明が、1年目は、スポンサー持ち込めでも、実力的に2年目は必ず一流チームから声が、かかると何度も F1 チームとの交渉の席に、 つくべきだと説得した。しかし、ロスは、僕はプロだ。報酬を払うつもりはないし、払うなら乗せてやると言ってくるようなチームと、交渉するつもりもないと、カくなに拒否したというエピソードがある。マンマシンその瞬間、そしてその後で引くオートスポーツ1987年7月1日号通関475号4ページ、ロスチーバーマイプライベートタイム。 オートスポーツ1987年7月1日号通関475号130から131ページ、スポンサー持ち込めでデビューすることや、その後実力が認められトップチームに移籍することは、珍しいことではなく、複数チャンピオンを獲得しているニキラウダや、フェルナンド・アロンソですら、このパターンで上り詰めた。またミハイル・シューマッハも、デビュー時には資金を払っている。 ありがとうございます。